こんにちは、メゾンドマを続きやっていきます。お金がすごいあるっていう話ですよね。お金があるのでなんかね、何に使おうか悩んだんですけど、ルームランナーをもうひたすらもう先に買っていこうかなみたいな感じに思ってます。全部の部屋無理だけど、1階なんか主力の1階と、あ、ここ2個あんな、3個縄跳びとかもいい気がする。3個、待って、ステータス557か、もう2個でいいや、とりあえず2個、あ、これ入んない。縄跳びもいらないからルームランナーにして、おしゃれなデスク欲しい。あ、おしゃれなデスク欲しいか、しょうがねえなちょろいのね。まだ買えるか、買えるだけどんぐらい残そうかな。多少残ってないとそれはそれで不安だから、お金この階ぐらいまでは買うか、2階までは買っておくか。そうしよう、このぐらい買っておこう。うん、はい。で、またクエストをやっていきます。いっぱい出てきたんだよね。星4ばっかりだから、これはやばそう。あの残りか、安いのからじゃあやっていきますか。これめっちゃ強そうだな、ボンゴレ星4か、怖いな。闇に忍ぶもの、最近夜中になると外からニンニン言う声が聞こえてうるさいらしい。不審者を倒すでござるよ。ニンニンか、忍者系かな。いや、忍ぶものだから絶対そうか。なんか素早くて強そうだね。まあこれやっていきますか。いやー、緊張するジロニャンが可愛い。生パスタ食べてる。ここ戻ってきてほしいな。トロベちゃんマジで戻ってきてほしい。戦う時までに戻ってほしいツン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 。お風呂、シャワー浴びてる。寝てる。鉄アレ。チュンザベス。早く子供大きくなんないかな。何戦だ？あ、全2戦なんだ。へー。なんかね、全何戦、なんだろう。これ4戦とかだとさ、なんか小分けに来る感じがするんだけど、1戦とかさ、これ2戦初めてだっけ？ 2 戦とかだと、こう、なんていうの、強さが凝縮してくるんじゃないかと。1回がこう、でかいんじゃないかと。あ、不審のやつ来た。なんか、不安になるんだよね。あー、トロベちゃんいないわー。山丸か。早っ！亀蔵！早っ！よっち行けるか。あ、倒せた。死んだやつ。なんで滞納してんの？ゼロなのに。スカルの前、お前働いてる？掃除。結構借金だぞ。これ出てちゃったらどうしよう。悲しすぎる。恋人作るか、お前。恋人に払わせようとしてる。恋人に払わせようとしてる。私は悪人だ。あ、ちょっと待って。止まっちゃった。どうしよう。作らせるか。恋人に払わせるつもりなのね。あ、ツンツン、成長した？あ、ほんとだほんとだほんとだ。ツンツン、どうなったの？あ、攻撃力がちょっと上がって、ああれ、これ防御さ、マックス99か。あ、そうなのか。そうだ、へえ。でも攻撃力はさ、100超えたもんね。防御系は99マックスなのかな。魔法武器ちょっと下がったけど、
HP ちょっと上がった感じですね。あー、じゃあお部屋追い出しましょう。でもツンツン強くなった、めっちゃピオリコ育てよう。かなり強くないかこれ。ツンツン、ごめんね、お部屋追い出しちゃうけど。トロベちゃん、あ、かわいいね。何回も言ってるけど早く飼いたいな、キョンドロ。201のピピか、あ、君か。あ、成長した。売れない漫画家だってよ。これさ、よくさ、このさ、翻訳家が起きりゃいいのか。結構家賃高いけどよく払えてるね。我ながら。攻撃力が上がっ、結構上がった。防御もは変わらず、魔法防御もは下がった。HP 上がった、みたいな感じか。じゃあ、さよなら。ひなまじめバイバイ。ひのべバイバイ。家賃がちょっと高いかもしれん。売れない漫画家にこんなね、これでいい。あんま下げない。あんま下げないっていう。早くこの子たちどっか行ってほしいな。次来ちゃったら多分この子たち殺されちゃうと思うんですよね。この親、親。あ、来た来た来た。スカル頭。ちょっとダメ。やばいんじゃないか。やばいやつ来たんじゃないか。稲織強盗だと。家賃払ってくれそうだけど、払ってくれそうだけど、この職業どうなの。あー、そういう頭ですか。マジかー。あ、いや、でもこれ家賃多分払ってくれるでしょ。あー、なんだかな、悪いことした気分だな。かわいい。しっぽ船長。いるね、トロベちゃんいるね。なめみ。なんかいちいち面白いよな。プロスキーヤーだって、あの鎧で滑るんかな。夜の街のカリスマ来た。なかなか次来ないんですけど。怖いよ。いつ来るんだろう。夜になっちゃう。あ、夜になんないと来ないのか、もしかして。忍者だから？真夜中の、やっぱり。トロベちゃんいる。やばい、来るぞ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 。孝太郎、お月地、なんとか神。え、なんか普通の、あれなんだけど。ちょっと頑張って。あ、忍者だ、忍者だった、忍者だった。忍者だった。新たなクエスト選べるようになっちゃったよ。増えていくな、どんどん。びっくりしたー。化けてたんか、わざわざ。忍者なのに。そんなこともしてくるのね。ん？別荘？荒らしてます。頭。頭。頭。あ、家賃払えてる。さすが。どこの、どっから取ったお金だか知らないけども。100ぐらいで、別になんか家賃そんなにね、収入源じゃないから何でもいいんだけどね。クエストやった方が稼げるから。さあ次やりましょう。何が増えたかわからない。これか、
増えたか分かりませんが、7000、6000、6500、あ、これが増えたのか。じゃあ6000のこれ、トリレンマ、黙秘して懲役食らうか、自白して仲間を売るか、それとも釈放を求めて囚人たちが死に物狂いで襲ってくる。なんかこれ切ないな。やだ、なんか切ないけどこれにしましょう。トリレンマ全参戦ですね。来た、詐欺集団懲役8年。詐欺集団、待って、トロベちゃんいる？いるいるいる。これオレオレ太郎警官役のジロ、弁護士役サブ、銀行員の白木なんなんマジで。はい、トロベちゃんいけ、ツンツンいけ、よしよしよし、ナイスで、総力、総力、時間かかるなで、ピピカーに行ってもらいましょう総力始め、弁護士役役とか、うん、弁護士役役、いやー強い強い強い、逃げ詰まってるけどね。よしよし詐欺集団懲役8年軍団が全滅どんな犯罪者が来るんだろう。いいなー、面白いなー。次2戦目ですね。ジロニャンに恋人できた。あ、待って、忙しい。海賊兄弟懲役30年、結構悪いことしてんな。ジロ船長船長と、あ、待って待って、いる、トロベちゃんいない。え、レディン、ブルージ、攻撃力高っどうしよう、ツンツンで頑張ろうかな。あ、トロベちゃん、トロベちゃん帰ってきた。トロベちゃん急いでくれ遅いトロベちゃよ、はい、トロベちゃいけ、トロベちゃツンツン、ソーリキ、同じ感じで、うわ2000だって、結構取ってくないペロスケ。あ、いい感じいい感じ、そこいいよそこいいよ、いいいいポジションだよ。あ、いいね、耐えてる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 、ナイスナイスナイス、トロベちゃナイス、よし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 、やったー、懲役30年が全滅、よしよしよし、次か、次やばそうだな、結構攻撃力あったよ今の、でも怖いな。星いくつまであんだっけ、星7か、7になったらどうなっちゃうんだろう、恐ろしい恐ろしいわ。あ、で、見なきゃ、ジロ船長だ、スカート切り裂いてる、え、船長船長、何の職業、キノコ鑑定士と結ばれたジロ船長の職業は切り裂きの J J はジロのあれか何これ、とっても満足だ J なんかおかしくない、船長だけおかしくない、いいのこれで、とっても満足だ J とか切り裂きの J とかダメでしょ、キリあげるわ、キリじゃないや、家賃あげてやるわ、なんだこれ生徒しか言えないけど、いやー面白いね、はあ、あ、来た、盗賊一味懲役1000年、
トロベチョいるね。オッケーオッケー。仁左衛門、因果之助、なネズミ吉、鬼千代。後ろからがいいなこれ。はい、トロベチョ。ついた。で、人間に1対1になっちゃってるけど。倒せ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 。よし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 。こんにちは、倒したー。名前な。すごい名前じゃない。こんにちはって。はい、行け。テロスケ。縦にしてこれ魔法で、あ、あ、あ、貫通攻撃だ、あの忍者。おい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 、走力やばいかもしれない。早っ。あ、やばい、こいつ防御力神だ。待って待って、ピカまだいける。お前待って、叩かないで叩かないで。あー、なんか終わってた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 。ちょっと待って。まあいいやまあいいや、勝ったから。死んでないよね。トロベチャいる、ツンツンいる。デスクでスタディ中です。ちょっとおしゃれになったの、言い方が。ソリキは回復した。ピカもいるし、ペロスケも大丈夫だった。あー、そっか、忍者は貫通攻撃なんか。あれが脅威だな、これから。待って、ペロスケ今んとこ、あ、でも、そこそこあるか、5とかじゃないか、よかった。防御力、上げていきたいね。鏡とかもどうでもいい。縄跳びはやめて、これそんなに、でも攻撃、うん、やめとこう。ちょっと後でしよう、後で考えよう。いやードキドキする。あ、終わったんだ、よかった。次やりますか。めっちゃハラハラするわ。 あと4つだけだ。じゃあ次が、これにするか、6500の悪徳ジュエリー通販。魔王が自分へのご褒美で買った宝石が割れていた。クーリングオフを要求する。魔王のもとに業者が派遣したトラブル対策班が、お前、全然なんか仕様じゃねえかよ、これ。お前、魔王、なんで割れてたんだろうね。いやいやいや、とりあえずクーリングオフはしっかりしてもらわないと困るので、はい。これ騙されただけじゃないか、魔王。なんだかな、全参戦です。私はあとこいつのね、ジロ船長の動向が気になってしょうがない。なんか、あ、やばいやばい、何し何し、あ、違う違う、ジロニャンが遊びに行ったの気になるなぁ。昼間また見、昼間やんのかな、切り裂き。ちょっとよくわかんないんだけど。あ、やばい。脅迫カルデット。昔の漫画みたいな名前だ。はぎしりしながら寝てる。はやはやはや、アリーザ。マスック。チャルン。オートン。ほうほうほう。魔導士の間に、滑り込みます。ツンツン。いけるでしょ、いけるいける、よしよしよし、強い強い強い。もうほぼね、同じメンバーしか使ってないんだけど。あー、位置が悪いけど倒せるね。よし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 、誰滞納してんの、切り裂き。ちょっと高すぎたか、さすがに。これは、うん。このぐらいでいいか。あ、でも一回ゼロにするか、一回ゼロにしてあげよう。逃げられちゃ困るからな。逃がしはせん。じゃ、なんか鎖手に入れたもんね、そういえば。ずっと部屋から出れないみたいなやつ。怖い。あ、やった。で、ジロ船長出勤したから、ちょっと様子を見ていいですか。切り裂きのお仕事見ましょう。あ、くしゅみだな。財布を切り裂いてる。何でもいいんだな、もう。何でもいいんだ。
あ、でも財布切り裂けば中身が出てきますかね。そういうあれかな。謎すぎる。この職業本当に謎。船長だから一応あれか、海賊でちょっとあれかな、財宝よこせみたいな、金よこせみたいな感じなんかな。あ、いや、財布切り裂いて帰ってきたわ。なんなん君は。追いはぎ。え、ここの職業やばいなこれ。そういう系なんだ。お猿泥棒か。海賊船長って名前なの、謎。色仕掛けデュオ。トドベちゃんいる。ツンツンいる。よしよしよし。え、マリクール。マリリア。だけ？はい。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 ツンツン。ツンツン強すぎる。全然色仕掛け感なかったな。さあ次3戦目だ。じゃあ、え、なんとかなんとかクインテット、またなんかの昔の漫画みたいな。みんないる。よし、あ、いない、総力がいない。え、目利きペット、商人豚、転売屋、バーグ、カルラ、おっそ、これ先に倒そう。バーグ、ハンバーグ食べたい。遅えな。攻撃本当に遅いよね。逃げて。よし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 。あとはなんだっけ。こんなでかいな、目利きベッドとか。いけいけい。狭狭狭。めっちゃ狭いめっちゃ狭い。初任豚。名前これ。豚とつけられるのね。で、ハンバーグと。よっしゃー、クリンゴフさせろ。イエーイ。あー、どこどこどこ、ここか。忙しい忙しい忙しい。ちょっと待って、余韻が、余韻を味わ出して勝利の。子だから。あ、問題ありませんだから、ちょっとあげとっか。これで、よっしゃー、これであれかな、魔王もクーリングオフできたかな。無職。まあ、貴族で無職ってどういうことだよ。貴族だから無職なのか。あ、来た、子供生まれた。にゃんめん、かわいい、とっても満足だぜ。にゃんめん。さて、ここにもちょっとルームランナーを足していこうかな。2個ずつ。これ2個ずつあるから、お金も結構溜まってきたね。嬉しい。なんか何でも買えるのが本当に嬉しい。何でも買えるわけじゃないけど。でも一応買っとくか。4回できたら3回使えるかもしれない。使うかもしれないしね。ルームランナー。超ルームランナー。スポーツジムか、このアパート。というわけで、今回じゃあここまでにします。で、次回残りのこの3つをやっていこうと思います。はい。というわけで、ご視聴ありがとうございました。